じゃあこの次こちらですね。コブラのブースに来ました。シダブースですね。ブースでも出てるんですが、ここではシダができるんで。西尾さん良かったんだよね。良かったですね。僕ドライバー苦手なんですけど、すごい苦手。行きましょう、レッツゴー。これちょっと LS 打ったんだけど、マックスちょっと打ってみたいな。はい、 I'm try OK マックスプリッツ、Yes、Stiff Shaft、Lower LS はね、打ったんですけど、MAX まだ打ってないんで、いい機会でした。打ってみましょう。顔結構大きいですね。LS はもっとギュッとこうしてるんですけど、まあ、こう三角形な形状ってのはコブラらしい形状ですね。すげえボール上がるのこれ。すんごい高いですね。あ、これ10.5だからかな。まあ、カチャカチャがねついてますからね。調整が効くんでしょう、うん。やっぱ重心が非常に深いイメージです。さあ、これ268トータル。これだけでもやっぱね進化してるんですよね。うん、完成モーメント上げても。球がこう前に行くようになってるっていうのが今回のやっぱ一番大きい進化でしょうね。スピンがだって2100、あ、少ない。なんならちょうどいいぐらいですね。ちょっと曲げて打ってみます。わ、全然関係ない。全然関係ない。まっすぐ行っちゃう。芯にはやっぱ当たってないから、スピン増えますけど、もう球のこのブレは全然ない。ないですね。いやー、まあ、さっきと同じような感じで軽くドローで出てる感じですね。ねー、まあ、ちょっと X 打ってみたいな。 X 行きましょう。では今度は X に変えます。 MAX から X でしょ、言いづらいですあ、ヘッドシェイプは、LS と X がよく似てますね。ちょっとちっちゃめで、なんかこう、背が高いおにぎりみたいな背が高いおにぎりみたいな感じ。なるほど。あ、富士山？いやいや、まあ、それ以外なく大丈夫です。別にうまいこと言うあれじゃないですか。はい、あ、これ弾きすごい。ボールスピード、あ、やっぱそうだよね。飛んでるもん。飛んでますね。クラブスピード上がってる。でトータルレベル260、ちょっとスピンが多かったかな、うん、ちょっとやっぱ弾道高いですね。高いですね。あのロフトちょっと抑えめで選んだ方がいいかもしれないです。あー、先っぽ当たっちゃった。あー、でも落ちないな。今ねまた先っぽ当たったんですけど、全然ボールスピードやっぱ落ちないですね。スピンが増えて、逆にちょっとミスヒットするとスピンが増えてボールの曲がりを抑えてくるっていうところはやっぱよく似てはいますね、うん、ですがボールスピード落とさない技術が素晴らしいと思います。これはちょっとどうした。君さん的にはその今3つ打ってじゃないですか、デモデー含めて3つ、はい、どれがいいんですか。やっぱでも LS かな。やっぱいいですかね。あの MAX のね、こう許容範囲の大きさもちょっと気になりますけど、うん、やっぱドライバーで飛ばすところが優先なんで、やっぱスピンが思いっきり減りやすい LS の方が僕はメリットありますけどね。はい、今のあのスピンが少なくなりすぎる傾向に、はい、感じがある人はマックス、うん、おすすめかと思います。なるほど。さあ、ということでですね、まあ、一旦ではあるんですが、はい、はい、PGA ショーのね、うん、会場からは、とりあえずまずここまでと、はい、いうことになりました。西尾さんが多分本当に見たい計測器とかちょっとまだね、見れてないんですけども。あ、そうです。まあ、これから。どうです、はい、こういう規模感っていうのは。いや、圧倒的ですね。あと、すごくその、動きやすいし、見やすい。うん。うん、で、シダブースも、すごくなんか、打ってて楽しくなるような仕掛けというかね、うんうんうん、あっていいですよね。はい、どうなんですか、こういう、まあ、イベントもされるということで、はい、こう作り込みというか。いや、めちゃくちゃいいですよ。あ、そうなんだ。はい、ね、これ、まあ、気になるのはいくらかかったんだろうな、みんな作り込みなんて。あ、なるほど、はい、そっち気になっちゃいますか。でも日本でやると3分の1ぐらいの値段で済んだよみたいな話も聞いたんで。そうなんだ。なんかね、やっぱあるんでしょ。こういうショーっていうか、こう見せ方がうまいし、そういうこともたくさんやってると思うんで、うんうんうん、皆さん慣れてるというところもあるのかなと思いますけどね。そうでしょうね。
まあでもね、今回ギアの話をさせてもらうと、はい、あの特にね、僕ドライバーがやっぱ簡単だったなっていうのがすごい印象なんですよ。はいはい、で、あの確かにね、AI スモーク、はい、はじめ、テーラメイドの QI10、こちらのシリーズがね、出てる、まあ、なってきてて、あのその進化、簡単になってた進化を引っ張ったのピンなんですよ。おで、ピンのクラブがすごく売れ、じわ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 ずっと売れてて、うん、まあ、なぜかって言ったら寛容性だと、うん、っていうところで、その寛容性をうまくこう取り入れたモデルっていうのが結構増えた、うん、で、さらに進化してる感じが強くなったんで、これはちょっとやっぱりね、うん、あのゴルファーにとってのやっぱ恩恵が大きくなったんじゃないかなと思います、うん、そうですね。あの、まあ、こうギアもたくさんあるんですけど、そのギアだけじゃなくて、今度このいろんなツールが増えてますね。そうですね。あのバーチャルの技術というか、その分析技術みたいなものもたくさんあって、うんうんうん、まあ、クラブは良くなってるし、うん、その練習環境とか、その AI によるなんとかって、まあ、AI ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、うん、そういった技術を使って、精神技術を使ってスイングを作っていくみたいな、そうですね、その技術両方が上がってきてるんで。あ、確かに。でもやっぱり一番はこういうところでワクワクしますね。しますね、やっぱりね。打ちたくなっちゃう。打ちたくなっちゃう。ゴルフしたくなります。本当ですね。はい、今回残念ながらゴルフせずですけど。そうですね。そうなんですよ。もったいない。また来年ね、あの、はい、ご自身で、ブース出されて、はい、ね、その時には私も便乗してです、また来てですね。そうですね。はい、で、ゴルフは今度して帰りましょう。帰ります。そうしましょう。ということで、はい、まあね、また日本からも配信したいと思いますので、ぜひまた皆さん見ていただければと思います。それでは現地からでした。次回の収録に向かってレッツゴー。